パウロ・ミキは、安土桃山時代のキリシタンで、イエズス会宣教師。当時の故称では、ミキ・ポーロ。殉教して265年後に、日本26聖人の一人として、カトリック教会の聖人となった。パウロは、摂津国の生まれというが、田島国か阿波の徳島の出身というなど、異説もある。父のミキ反対優は、三好記によれば、三好氏に従う。 戦国武将であったが、永禄十一年に上落を果たした、織田信長に随心し、功を挙げて取り立てられた。同年、ハダユーは、キリスト教にも惹かれて、洗礼を受けて、ハンディのを称し、自分の子供にも、洗礼を受けさせ、洗礼名、パウロとされたのがこの人物である。天正八年、十二歳の時、オルガンティの死について、安土城下に作られた日本最初のセミナリよに。 1> 第1期生として入学。2年後、本能寺の変後に城下が焼かれたため、有馬の学僚に移り、イエズス会員の手で教育を受け、幅広く、諸学を収めた。成績優秀だったパウロは、父が九州平定の戦いにおいて、薩摩で戦死したと知って教会に身を捧げる覚悟をし、22歳の時に、イエズス会に入会を許された。雄弁で鳴らして、 多くの徴収を集める優れた宣教師として活躍。狂気させて入信させた者も多く、書を持って盛んに仏教徒の修行を攻撃した。文禄五年十月、サンフェリペ号事件が起こり、豊臣秀吉の命によって宣教師を呼び、キリシタン神徒の名簿が作られ、監視されるようになった。十二月十一日、秀吉は武行、石田三成に命じて、 フランシスコ海のキリシタンを捕獲して中殺するように命じた。パウロラは大阪ゼスイト派の宣教支度で捕らえられた。三成はイエズス会派のものを除外するように主張したが許されなかった。捕獲された26人はフィリピン外交施設と偽り近世のキリスト教を布教した角で長崎で卓刑に処すと宣告され、まず証拠として耳の一部を切断された後、京都、 大阪、堺の市中を引き回され、陸路で長崎に送られ、慶長元年、長崎の西坂で処刑された。ルイス・フロイスの記録によれば、パウロ・ミキは十字架の上で、押しかけた群衆に向かって、自分は、罪状書きにあるようなフィリピン人でなく、劣気とした日本人である。私は、キリスト教を信じたというだけで殺されるのである。 この理由のゆえに私は命を捧げることを厭わない。私は、キリストの教えに従い、自分の処刑を命じた人と処刑に関わったすべての、人を許したいと叫んだという。1627年2月14日、教皇ウルバヌス発生によって劣伏され、1862年6月8日に、教皇ピウス休戦によって劣勢された。今日、 パウロミキの名前は、セイングナ地方教会の運営を託された、イエズス会の生ミキ図書館にその名前を留めている。ありがとうございます。